オールドイングリッシュブルドッグは、イギリス原産のプルベーティング用の犬種である。現在のイングリッシュブルドッグの犬種であるが、19世紀から20世紀にかけて、品種改良により姿が大きく変化しているため、区別するために、オールドイングリッシュブルドッグと呼ぶ。ブルベーティングドッグ、ブリティッシュブルドッグなどとも呼ばれた。12世紀頃に、ノルマン人によって、 犬を鎖につながれた牛や熊と戦わせる競技がブリテン諸島にもたらされ人気を得た。当初はさほど残酷なものではなかったが苦しんで死んだお牛の肉が美味であるとされたところから牛が死ぬまで攻撃させるものへとなっていった。この娯楽に使われた犬は原始的なマスティフタイプの犬種と考えられているが16世紀頃からブルベディングが 王室等でも頻繁に模様されるようになる中で、研修の改良が進んだ。1835年に残酷なスポーツをすべて禁止する法令が下されると、以後はペットや番犬等に使われることになった。その頃から、ヨーロッパなどでは、ドッグショーが盛んになり、ブルドッグもショードッグとして、外見上の特徴を極端に誇張する改良が進められ、 1879年には、ザケネルクラブの公認犬種となった。その結果、古い姿のブルドッグは消滅した。なお、アメリカ合衆国では、足が長く、かつ攻撃的な気象になるような改良が進み、アメリカンブルドッグとなった。しかし、頭部が極端に大きく、噴霧の潰れた現代のイングリッシュブルドッグは、南光外課長による呼吸困難。 よだれ方、早系髄、脊髄の変形、皮膚のひだの間に起こる、失神、体格が原因の難産など、多数の健康上の問題点を持つため、20世紀後半以降、19世紀初頭頃のブルドッグの古い姿を取り戻して、イノシツを向上させようとする試みが広く行われるようになった。ブルベーティングに際して、牛の鼻や耳、 下に食らいついて離さないための頑丈な興奮部を持つと同時に、そのまま呼吸できる、腰頭部全体が大きく幅広く、顎が鼻よりも前に出る。また、牛の角に疲れないように体育は小型である。しかし、現代のブルドッグと比べると大型で獅子は長く、マズルもやや短く、それほど潰れていない。スムースコートで、毛色の制限はなく、垂れ耳または、 俺耳だが、断耳して、ドーベルマンのように立たせた。おは長いたレオだが、時には短めに、断をされた。性格は普段は忠実でのんびりしているが、ひとたびブル、ベ、イティングに繰り出されると凶暴な性格に表現し、情け容赦なく、動物を攻撃した。粘り強い性格も持ち合わせている。オールディ、イングリッシュブルドッグ20世紀後半以降、19世紀。 初頭のオールドイングリッシュブルドッグが持っていた姿を取り戻し健康にするための改良が盛んに行われるようになった。その先駆となったのは1970年代にアメリカ合衆国ペンシルバニア州で改良が始まったリービットブルドッグでその後様々なブリーダーやグループによってそれぞれ独自のブリーディングプログラムに則っ,った改良品種化が行われている。中でも オールディ・イングリッシュブルドッグは2014年にアメリカ合衆国のユナイテッドケネルクラブの公認を受けた。これらの犬種群は番犬、ガードドッグ、ペットとしてのみ使われていて、刀剣として使われることがないように厳しい管理が行われている。また、どの犬種のどの犬がよりオールド・イングリッシュブルドッグに近いか競い合うコンテストも行われている。ありがとうございます。